始まったのね。工事って何の？この空き地にマンションが建つらしいのよ。もうここでは遊べないわね。つまんないの。おいおい、君たち、ここは危ないよ。さあ帰った帰った。何こと言ったって。もういいかい？まだだよ。もういいかい？まだだよ。絶対見つかんないぞ。あ、のび太くん見つけた。やっぱりここじゃかくれんぼは無理だね。のび太、じゃあ代わってもらうか。俺たちキャッチボールやるんだ。そんな、ここは僕たちの方が先に来たんだよ。なんだ、文句あんのか、のび太くん。やめろ。おりやったな。ああ、待ってな、待ってな。ああ、どうしたの？ジャイアンに追っかけられたんだ。なんだ、またいつもの喧嘩か。もう白状だな、ドラえもんは。ん？どっかで事故があったみたいだね。ジャイアンのやつまた遅刻だ。出席を取る前に今日は悲しい知らせがあります。合田武志君が昨日交通事故に遭って入院しました。先生、それは昨日のいつ頃ですか？夕方の5時頃、大通りの花屋さんの前だって言ってたが。昨日の5時頃って言えば、僕がジャイアンに追っかけられた時だ。まさかあの時。そんな気がしてならないんだよ。どうしよう、ドラえもん。何言ってるんだ。そんなことよりまずお見舞いに行かなくちゃ。はい。ジャイアン、隠れることはないだろ。だって格好悪くてお前らにこんな姿見せられるかよ。怪我してる時に格好なんて関係ないわよ。頼むからみんな帰ってよ。顔くらい見せてくれたっていいだろう。うるさいな、帰れって言ったら帰れよ。事故ね。そういえばお人形さんが引かれてたって女の子は泣いてたわね。え、お人形引かれたのは男の子のはずなんですけど。いや、お人形よ。そんな、あたしが知ってるのはそれだけよ。それじゃ何がなんだかさっぱりわかんない。あ、そうだ、あれを使おう。あれってテレビに昨日の夕方を映し出すのか。いいかい、よく見てるんだよ。あら、あ
私だわ。誰もテレビは嘘をつかない。あ、今度は僕とジャイアンが映ってる。待てなら、待て待たせて。待てくれ。うわで、よく事故にならなかったな。さっきの女の子のお人形さんは、うん、もう一度見てみよう、あ、危ないよ。あたいのルビちゃんが引かれちゃう。うん、あ、よし、俺が取ってやる。ストレッチ。事故の原因はのび太だったんだ。ドラえもん、のび太くん、まずあの女の子のところへ謝りに行かなくちゃ。うん、そうよ、のび太くん。よし。ゆきちゃん、もう泣くのはおよしなさい。だってお腹をしたもるみちゃん、ちっとも喋ってくれないんだもん。だから新しいのを買ってあげるって言ってるでしょ。困ったわね。あら、あなたたちは？お人形のお医者さんです。本当？ルミちゃんを治してあげるよ、ドラえもん。救命光線、いかいくよ。よかったわね。まあ、昨日この子にぶつかったのはあなただったの。ごめんなさい、全然気がつかなかったんです。いいえ、私も悪かったのよ。この子がお人形抱いてたんで、つい手をつなぐのを忘れてしまったもんだから。ママ、昨日のお兄ちゃんの病院へお見舞いに行こうよ。そうね、お兄ちゃん待ってるわね。明日行ってみましょう。では、のんのん。なんだ、ドラえもんのタイムテレビで全部見られたのか。かっこ悪かっただろうな、俺。そんなことないわよ、お人形さんを助けようとしたんですもん。そうかな。ごめんね、僕がお人形を跳ね飛ばしたばっかりに。いや、俺も悪かったんだよ。仲良く遊べばよかったんだね。どうだい、怪我の具合は。あ、トラックのおじさん。ほら、ケーキだよ。うわー、ありがとう。たまには怪我をするのもいいもんだ。その様子じゃ大丈夫らしいな。だが、君の逃げるのがもうちょっと遅かったら大変なことになっていたんだよ。そうだな、君が歩けるようになったらみんなでちょっとした実験をやってみようかね。実験？いいかい、行くよ。
けたのに。車は急には止まれないんだよ。雨の日だったらこれも割れていただろうな。そんな。あ、ドラえもん、絶対に交通事故に遭わない道具持ってないのか。そんな道具なんかあるわけないでしょ。そうね、交通事故はみんなが交通ルールを守るしか防ぎようがないわね。そうそう。交通ルールを守ってるね。